ささぐり歴史塾開講。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は六代将軍家信さん、家信さん、そして七、はい、代将軍家継さんのあたりからちょっとやっていこうかなと。あ、はい、よろしくお願いします、はい、まずですね、綱吉さんが亡くなってその後を継いだ、六代将軍家信が、まず最初に行ったことは、はい、こちらでございますね、生類憐みの令廃止でございますね。1709年、これね、綱吉が、はい、生類憐みの令は廃止してはならないって言いながら亡くなったんですよ。はい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 。で次の人につなげるためにですね。そうそうそう。でもその次の駒で、はい、しかし第六代将軍家信は評判の悪かったこの法令を廃止っていう。もう躊躇なかったわけですね。はい、はい、でもその、法令を廃止したことによってこうやってね、あの牢屋から出される人もいたりとかして、でさらにその犬をねすごい囲ってたっていうね、その犬の餌代だけでも結構バカにならなかったので、ほら犬の餌代だけでも我が藩にはかなりの負担でしたから助かりましたとか、これで年貢を少し下げられますとかいうふうに、まあこの生類憐みの令を廃止することによって、まあ国に、まあ、この江戸幕府にはいい影響が出ると。でも、まあこの六代将軍家信の時代はこの家信さんよりも主に、この政治を行ってきた人っていうのがいまして、別で、はいはいはい、それが新井白石という人物と、はい、真鍋昭房という人物、はいはい、この新井白石さんとかもともと学者さんなんですね。ああ学者さん、じゃあ偉い方だ。真鍋昭房さんという方はもともと能役者、はい、あ、能の方なんですか。そう、能を演じる人だったんです。へえー、そうなの、はい、そんな二人がえ、そうなのって今はいかけたつもりです。今のいやいや、そんなピックアップしないでくださいよ、うん、いや、その幕府の中で、まあ、政治を取り行うにしてはちょっとまあ異例の方がこう、まあ、登用されたということですね。あ、だからなかなかそういう方々が、はい、その幕府に行くってことはないってことですか。そうなんですよね。だからもともと幕府でその将軍さんについてた人よりも偉い位置に急にボンと。え、なんでそんな急に2人が、うん、ボーンって行けたんですか。それはこの家信さんがすごいこの二人をあの信頼してたんですね。真鍋昭房を蕎麦用人に、和菓子である学者新井白石を顧問に起用しようと思うと。で一応まあこの真鍋昭房という方はまあ農薬者の出で、まあ、その後大名になってという感じで、はい、でこのまあ蕎麦用人という地位についたんですけども、はいはいはい、やっぱりそのもともと幕府についてた、まあ、大名の方々からするとやっぱちょっと異色すぎて、ちょっとなんであいつがそんな重用されるんだよと。いやいや、周りの人はそう思ってますね。そうそうそう、何急に。そういうちょっと疎まれながらも、はい、でもまあ家信とすごくいい関係を築いて、はい、もうあの本当幕府の中心となっていった。そうなんですか。この二人がいろいろとやっていきます、改革にいろいろと手をつけた白石はまず、まあ、あの朝鮮、通信使の接待を簡略にする、そこにお金をあんまりかけないようにするとか、で長崎での貿易を制限すると。でもこの改革が始まって間もなく家信はちょっとまあ、将軍だったんですけども、ちょっと亡くなっちゃうということですね。あ、はい、はいはい。でその後を継いだのが、この家継ぐという将軍だったんですけども、この家継ぐがなんと5歳で名前がいいですよね、うん、家継ぐよ。そうね、家を継いでそのまま家継ぐという名前、まあ、そのままこの新井白石と真鍋昭房という方が、まあ、中心となって、まあ、あの政治を進めていくのは変わらずという。ことだったんですね、はいはい。で、新井白石がこうやってやっていく中で、あと改鋳って言って貨幣の価値をちょっと変えていこうという、はいはい、金の価値を変えて、どうにかね、その金が出回る量を調整しようと思ったんですけども、はい、新しい貨幣ができたのに対し古い貨幣となんかごっちゃになっちゃって、はい、なんかより混乱させちゃって、うまいことそのいかなかったんですね。なんかまあ、庶民からしたらどっちがなんかこう価値が分かんなくなるというかってことですね。うん、あ、この新井白石を中心としたね、幕府のやったことを、まあ、聖徳の地と言って、聖徳の地、はいはい、あのここの時代にいろいろとそういった改革をしていきました。あ、ただこの家継さんが、まあ、5歳で将軍になったんですけども、はい、その3年後8歳で残念ながら亡くなってしまうんですね。じゃあどうやって次の将軍を決めるかっていうと、はい、まあ、この江戸幕府、まあ、徳川家にはそのこの江戸に暮らしてる徳川家と別で尾張と紀伊と水戸っていう3箇所に、はい、まあ、御三家っつって、はい、つながりのある家柄があったんですね。あ、親戚みたいな、まあ、そうそう、簡単に言うと親戚みたいな感じ。その親戚の中からじゃあ次の将軍を選ぼうという、
ことで、はいはい、まあ、直結してるわけじゃないけども、まあ、ちゃんと血はつながっているところから、ね、あの将軍を決めようということで、はい、選ばれた人間が次の八代将軍徳川吉宗という人物だったんですね、はい、その人物徳川吉宗が、続いての将軍になってからまたガラッと改革が行われていきます、はいはいはい、八代将軍徳川吉宗と、まあ結構ね、はい、徳川吉宗って結構、まあ、歴史的にも有名な人物ではありますけど、別に、はい、聞いたことありますか？徳川吉宗。いや、あります、吉宗さん。やっぱ結構有名ですよね。有名だね。はい、名前聞きますよ、うん。どんな時に聞きます？いや、だから暴れん坊将軍の、はい、吉宗さんじゃないですか。あと、あの、松平健一さんの。松平健さんね。モノマネ芸人さんみたいになっちゃった。松平健一さんなるほど、すいません。そうですね。あ、まあ、暴れん坊将軍のモデルとなったで有名ですけども、はい、この徳川吉宗という人物が、はい、また新たな改革をしていくわけですね、はい、まあ、この徳川吉宗がなんでこの将軍に抜擢されたかっていうと、まあ、結構やり手の政治家さんというかね、紀伊藩の藩主だったこの吉宗というのは、はい、紀伊藩にもともとは10万両ぐらいの借金があったんですけども、はい、それを紀伊藩の財政改革を行うことによって借金を全部返済したという、はい、じゃあすごいじゃないですか。ちゃんとちゃんと実績があった上で抜擢されてるんですね、はい、ああ、なるほど、この人はできる人だってことで、はい、そういうことなんですよ。でもじゃあそんだけできる人だったら自分で政治を行いたいわけじゃない。はい、確かに、ね、でもまだその幕府にはこの新井白石と真鍋昭久がまだいるわけですね。はい、じゃあこのお二人と吉宗はどういった関係を築いていくと思いますか？いや、それもまあ、うん、みんなで3人で、うん、力を合わせて、うん、みんなで政治作っていこうみたいな感じじゃないですか、うん、ところがですね、はい、あ、違うんですか？この吉宗はいや、もともと幕府にその仕えてたわけじゃない、はい、こんな2人がやっぱ政治の中心にいるのはおかしいということで、この2人をクビにしちゃうんですね。で、まあ、ここにその幕府の人事についてたのですが、現在は家継様の命令により新井白石が財政改革に取り組んでおりますがどうしますかと聞いてる、うん、その部下に対して、公職についておらぬ者が老中の意見を無視して政策を通す、それでは道理が通らぬということで新井白石その職を解くと、あ、本当だ、言ってこうやって、まあ、新井白石としても、まあ、無念と。そうですね、まだ改革は半ばだというのに無念だって書いてますね、はい、そうですね、まだまだやりたいことがあったんですけども、まあ、残念ながらここで、新井白石はもう無職になっちゃうと、あ、いうことだったんですね。あ、なるほど。その後は政治から身を引いた白石は、はい、自伝折りたく芝の木などを書いて余生を過ごしたと書いてますね。そうですね。で、その吉宗は八代将軍に就任してから、じゃあどういったことをやっていったかなと